小高和武は日本のゲームクリエイター、作家、トゥー,キョーゲームス代表、日本大学芸術学部卒。以前はスパイクチューンソフトに所属していた。高校3年で受験疲れを起こしていた時に映画で勉強ができるという話に惹かれ、日本大学芸術学部を志望して入学、映画学科を専攻する。大学の同期に声優の小野大輔がいた。 映画監督を目指す学生が大半である環境であったために周囲と同様就職の道は考えずにいた中、大学の教授からゲームクロックタワーさんに収録するムービー撮影の仕事を紹介され監督の不作禁止の元助監督を務めることとなった。これが初めてのテレビゲーム関連の仕事に触れた経験だったが仕事内容は 映画のものだったので、ゲームの仕事という意識は当時さほどなかったという。しかし、その仕事環境は後の10回で地獄と表現するほどの非常に厳しいものであり、これを機に小高は映画監督という道を見直すことになる。その後も自主制作映画を撮っていたが、その方ら知り合いのつてでゲームシナリオの仕事を受けるようになり、 映画への行き詰まりとゲームシナリオの仕事が順調になったことを受け次第にゲームの分野に軸足を置き始める。最初に単独でシナリオを書いた探偵神宮寺サブローシリーズの携帯アプリ、小説作品などが評価される一方、受け置いでやっていては自分の望むオリジナル作品を作れないと考えた小高はスパイクに入社する。すぐにオリジナル作を作りたいと考えていたが、 当初は外注作品担当に回され、名探偵、コナン近代地少年の事件簿巡り合う二人の名探偵のシナリオを執筆。同作の公表を機にオリジナル企画を提出するようになるが、なかなか企画は通らず、最終的にアニメライトノベル的な要素とメフィスト系の要素を組み込んだ後の弾丸論破希望の学園と絶望の高校生の 原型となる企画を提出して、ゴーサインが入った。当初は売り上げ5万本程度に終わると見られていた、同作だったが口コミによって、ヒット作となり、以降は、弾丸論破シリーズの、シナリオライティングを中心に、漫画、グレンゴの原作執筆など、活躍の場を広げている。2018年に、スパイクチュンソフトを退社。同年9月より、内越幸太郎、小松崎類 島ドリルラ弾丸論破シリーズのスタッフと共に、東京ゲームスを設立し、在籍中。ありがとうございます。